春の訪れを前に私は軽井沢を旅立った。たどり着いたのは遠い異国の地。ここではたくさんの民族や宗教が混じり合い共存する。ポルトガル、オランダ、イギリス、日本、かつてこの場所は多くの国によって支配されてきた。その痕跡はさまざまな場所に残されている。ここマジェスティックホテルもその一つ。1932年に建てられた丘の上の壮麗な白亜の建築物。ボザール様式とアールデコ様式が折衷されている。イギリス植民地時代の最盛期には屋上庭園でたくさんの紳士淑女がダンスを楽しむ格好の社交場となった。当時最先端の設備が整ったこの場所は誰もが憧れる場所だった。時が経ち、第二次世界大戦下にはこの場所は日本軍の拠点として使われていた。そして日本が降伏した1945年8月10日、このホテルの48号室で一人の日本兵が自害した。その後も変わらずこの場所は歴史の証人となった。しかし時代の変化に取り残され、1983年に閉館した。時代に忘れ去られたこのホテルが再び表舞台に返り咲いたのは2012年のことだった。英国式アフタヌーンティーの時間を楽しむ人たち、風味豊かな紅茶の味に思わずエビをこぼし、本場に劣らないスコーンの味にホッとする。この場所で人々が抱く感情はきっと時代を経てもなおそう変わりはしない。今ここにいるのはたくさんの人たち。たとえ肌の色が、話す言葉が、信念が異なろうとも、私たちは何もかも違う。けれど気まぐれな偶然によって私たちはここに集う。かつてここで起きた数々のドラマはもうその面影もない。南国の昼下がり、この部屋には穏やかな幸福だけが静かに波打っている。古きものに触れるとき、自然と私はかつてそこにいた人たちの心に触れる。そして思う、私たちは一体どこまで歩んでこれたのだろうか。かつて多くの国に支配されたこの国はいつか多くの民族と宗教を受け入れる国となった。違いが寛容の精神を持って束ねられたとき、それは大きな力を持ったうねりとなり、未来へと背中を押す確かな力となる。この国はそれを証明している。違うということが私たちを分かつものではなく、私たちを結びつけるものだと私はそう信じたい。